困ったものですわ。今はまだ興奮状態にある。総裁殿が落ち着いた後に意見すれば万が一程度の可能性はあるかもしれないが、俺には勝算が見えない。総裁殿の妨害が入ってしまいましたか。あの人も負けず嫌いですから、説得は非常に困難と予想されるでしょう。お兄様の羞愧と心配お察しいたします。ナムナム。あれ、ハトルさんは仏教好きだっけ。服の好みも変わってるけど、そこから。はい、住む場所はアメリカでも心は日本人でありたい。そんな気持ちを和風ロリで表現してみました。向こうではそれなりに受けが良かったですよ。いいんじゃないかな。総裁殿もそういう服が好きそう。そうですね、あの方はロリ系全般に詳しくて、自分でブランドを作るくらいですから。ロリ系の中でもゴスロリなので、私とはまた別ジャンルになるのですが、デザイン的に影響を受け合う部分はあります。そんな服の好みの共通点もあって、私と話す場合の総裁殿は優しいのですが、お兄様には相変わらず厳しいのですね。ムキになられると手のつけようがありません。ムキムキですって？総裁殿には負けないわよ。私はバカのためにできることは何でもします。大倉家の意向がどうあれ最後までお味方します。ですが、王者たる若といえど、とてつもなく大きな相手であることは確かです。ここはルミネお嬢様に頼るしかないのではありませんか。私というより私のお父様だね。今まで無理を頼んだことはないけど、本気ですがれば大抵のわがままは聞いてもらえると思う。だけど経営に関わることはダメかも。大倉家から見て些細なことでも現当主の方針である以上は少し厳しいかもしれない。引退を宣言してるから、お金のやり取りが発生する案件には口を出さないんだよね。ひ孫とはいえ、サイカさんが他家の人間である以上期待するのは厳しいかも。希望があるとすれば、大倉家の最高意思決定機関である家族総会、晩餐会だが、次の年始まで予定はない。そこまで時間が経過した後では、募集の条件を変更するわけにもいくまいよ。イオンおじ様にたった今から大倉家の当主となっていただくのはいかがでしょう。いずれは必ずそうするつもりだが、まだその時ではない。今しばらくの間、長い至福の時間を過ごした総裁殿は華やかな栄光の中にいる姿を眺めていたい。それと一族の有力者の前でその家を簒奪するなどと、この身を滅ぼしかねない話はやめてもらおう。私ですか。イオンさんが大倉家当主の座を狙っていることなんて、お父様以外の一族は全員が知っていることですよ。それとその全員に反対する気持ちがないことまで。私も興味がありませんし、どうぞご勝手に。欲のない連中で、揃いも揃ってお人よしな一族だ。ルミネと政略的な結婚をすれば、僕が大倉家当主になって応募要項を変えられるんじゃ。総裁殿からいじられてる時点で無理だと思うんだ。次の後継者は現当主が指名することになるだろうし。お兄様とルミネ様は結婚するほど仲が良かったのですか。いや、そこまでは。嘘でも好きだと言ってくれればいいのに。じゃあ嘘だけど好き。愛情表現は大げさなくらいが嬉しいものだよ。大げさで思ったのですが、久しぶりに再会した若の喋り方は
どうしていつも演技がかっているのですか？あ、私もそれ思ってた。サイカさんの喋り方は少しめんどくさい。アメリカで暮らしてるうちに日本語が少し不自由になってね。勘を取り戻すのに使った教材が演劇の DVD だったんだ。芸術家たるもの、表現は過剰だと言われるくらいでいい。我々は普段の立ち振る舞いも作品相応のものでなくてはならない。リオンさんが言うと説得力ある。それでここからは大げさではあっても演技ではなく話がしたい。僕が希望通りの進学をするにはこの場の全員の協力が必要だと思う。協力といってもどうすればいい？説得はしてみてもいいけど、サイカさんのためというのは知られているわけだし。入学するのが目的ならいっそ他の科で受験する？私と同じピアノ科。それじゃあ意味がない？そうだね、他の学部では意味がない。フィリア学院のレベルを考えると専門外の分野で入学してしまえば課題についていくための予習復習で手一杯になる。デザインの勉強がおろそかになる。やっぱりそうだよね。正式な入学なら総裁殿は何も言わないだろうけれど、それだと衣装が作れない。だけどデザイナー科への入学は総裁殿が邪魔をしてる。それならいっそのこと総裁殿の許可を取らずに入学するのはどうだろう。フィリア学院の一部の部門にはお母様の代から続く特別な制度がある。前理事長のジャンピエール・スタンレー、それとイオン王子様の決めた規則。学院の決めた一定の入学金、授業料を払える生徒は授業をフォローする付き人の同伴が認められる。一部の富裕層にのみ認められる特別編成クラスシステム。扱いは正規の生徒ではないものの、文化祭や学院主催のコンクール、そして年末のショーにも参加ができる。僕の目的はそのショーだ。今や学生のイベントの枠を超え、グランプリを与えられた生徒に成功者としての未来を約束する。一年に一度きりのイベント、フィリアクリスマスコレクション。お母様も特別編成クラスの出身だ。僕の進学先として望みたい。特別編成クラスの存在は知ってる。ただ付き人とは言っても女子部に男性の同伴は認められないよ。分かってる。だから偽る。名前も性別も。は？僕は女性のメイドとしてフィリア学院へ入学する。は？女性ってどういうこと？法的に性別を変えるつもりはないって言ったよね。法的には体の事情があるからできない。身体的には3年後男に戻るからできない。だから性別という概念は捨てて、学院内で過ごす間は女性のような外見の生き物として生活したいと思う。もちろんやるからには本気で挑む。どうだろう。どうだろうって何それ。会った時も言ったよね、女性としての覚悟を決めるならすることをちゃんと済ませなさい。切って戻せて元通りの使い方ができるなら痛みと怖さは厭わないよ。だけどお母様の桜小路家を断絶させるつもりはないし、3年後は男に戻るつもりなんだ。でも在学中はとっさに聞かれても僕は女だと言えるようになってみせる。そういう中途半端な気持ちが本当に苦しんでる人の迷惑になるんだよ。詭弁はいいから白か黒かをはっきりさせなさい。白い心に黒い体を混ぜたグレーがいい。七不思議レベルの噂話だけれど、以前のフィリア学院にそういう人がいたという話を聞いて。アメリカにいた頃の僕を知っている人はいない。この問題も解決してる。僕は向こうで父方の姓を使ってたんだ。有名人であるお母様の息子だと認識している人はいないよ。
昔同級生に変わった見た目の日本人がいたね程度の認識だ。直接会えば話は別だけれど、少なくとも僕が向こうの学校へ通っている間に日本へ旅行した同級生の話は聞かない。あるとすれば長期休み。それは友人経由で調べられる範囲は調べる。こちらへ来ることが分かれば会う時だけ男に戻ればいい。そもそも日本へ来るなら日本人の友人の僕を頼ると思うんだ。入谷学院の賞が記事になり、その雑誌を見る可能性。これも日本のファッション誌を取り寄せてまで読んでいた同級生の話は聞いたことがない。それに記事だけなら性別を偽ってることまでは気づかれない。これでアメリカの問題は解決。あとはこれからの日本でどう暮らすか。3年間は本気で性別を捨てるつもりだ。ルミネーにも協力してほしい。無理。私はお兄様のお役に立てるならお姉様と呼びます。呼ばないでよ。この世の中は諸行無常。行く川の流れが元のままではないように、人生とは運の思想、清掃、受走、移走、滅相と変わっていきます。変化の最も大きなものが滅相であるにもかかわらず、人はそれを受け入れて生きていきます。自分で自分のありようを変える程度のことにどれほどの変化があるのでしょう。そんな壮大な話じゃなくて、書類を偽って入学したら学院側に嘘をつくことになるからね。彩花はメイドとして入学すると言った。学院側はメイドの書類提出を求めていない。学院長代理を務めていた時期に改めようとしたが、俺が代理を辞めたためうやむやとなり、現在もそのままだ。以前に本名ではない名前で登録していたメイドもいた。通り名、あだ名ということで押し通せ。少なくとも名前の点で学院側に嘘はついていないことに。イオンさん？いや、名前の問題じゃない。それ以前に彩花さんは男。何を実現不可能なことを言ってるの？だけどルミネーは僕のことを女性みたいだと言ったよ。女性みたいと女性は全然違う。全然違う。再会したとき女にしか見えないって言ったのはルミネーだよ。ルミネーだけじゃない、リオからもおじさまにも言われた。空港でもそんな目で見られてた。それはその、そんな顔して動きまで意識されたんじゃ女にしか見えないけど。ルミネお嬢様、説得されかけています。どうか若の非常識を止めてください。今それができるのはルミネお嬢様しかいません。そうだよ、外見が女性として通用するっていうのは理解したけど。理解しないでください。倫理観とか道徳観とか抵抗とかそういうのあるでしょ。同級生の女性に視覚的な部分で迷惑はかけないようにする。理由をつけて男女としての生活の区別はきちんとつける。自分から女性の体を見ようとはしない。僕はマザコンなんだ。他の女性に性欲は持たない。堂々ということ。自分より綺麗な相手じゃないと特別な意識は持たない。僕ナルシストなんだ。彩花さんじゃなくて他の人が嫌だと言ってるの。嘘は最後まで貫き通す。ただでさえ目立つ外見なんだし、僕が人生で顔を出すのは在学中だけにする。隠し事は墓まで持ってく。罪悪感はあるの？バレたらルミネーに僕の子孫を隠して体の一部を取る覚悟で。それなら他の方法を探そうよ。大体案は思いつかないけど。思いついたら教えてほしい。それまで僕は準備を進めようと思う。私は性別よりも桜小路の若君は一時的とはいえ他人に仕えることが許せません。僕じゃないよ。僕とよく似た女の子が他人に仕えるんだ。でもせっかくだし仕えて楽しい人がいいな。時間がないし急いで探そう。
若、聞いてください。若の体ではメイドの仕事はできません。天気の良い日は窓拭きも洗濯物を干すこともできませんし、外へ出て買い物だってしなくてはいけません。僕が助けるのは服飾に関わることだけだよ。それでも僕は優秀だから、欲しがる人は探せば見つかると思うんだ。以前この屋敷にいたもみじがそうだった。女の格好することに抵抗はないの？自分のやりたいことにつながると思えば。名前も決めてるんだ。このお屋敷に以前お母様が一番信頼していたメイドがいたらしい。何でも伝説のメイドとまで言われていると聞いた。本当のことはわからないけれど、学生時代のお母様の衣装の型紙を手掛けたのはその人じゃないかという噂もある。尋ねてもお母様は詳しく教えてくれないから。だけどお母様がその人のことをとても好きなのは確かなんだと思う。僕やアトレにそのメイドの名前をつけることも考えてたって聞いてる。お父様が強く反対して実現しなかったらしいけれど。それが性別を捨てて3年間を過ごす僕の名前だ。いや、どこまで本気なの？小倉朝日って。面白い。まさかこんなことがあり得るとはな。事実は小説よりきなりというが、血族の人生眺めているだけで実に面白い。生きてきて華やかで力強く駆け抜けた我々の時代が運命的だったゆえに、血が二度とたぎることはないと思っていた。だが息を吹き返していくような。まあ安島、はい、喜びに近い感動で体が震えるほどです。あの鮮やかな日々が蘇るような感覚です。いいだろう。学院長代理を務めていた頃ならば認めるわけにはいかないが、今の俺はただの部外者だ。残念的に手を貸そう。本当ですか、おじさま。ね、トップの信念として偽装を認めないだけの矜持があるならともかく、総裁殿は過去に似たような真似をしている。この老いを責められる立場でもあるのに。また現在の学院長は結果として良いデザインが生まれれば制作者やその作品が生まれた過程にはこだわらない男だ。性別の偽装を知ったとしても才能があれば何も言うな。言うだからといって規則を破っていいわけではありません。周りに誰もいないからといって赤信号の横断歩道を渡ったりはしないでしょ。渡らないとトイレの限界を迎えるなら僕は渡るかな。私も渡ります。それは私でも渡ります。規則は守ろうよ。イオンさん、私がこんな不正を見逃すとは思いませんよね。サイカさんを止めるのに手を貸してください。君の意思は俺の行動に関係ない。俺は自らの意思で老いを助けるつもりだよ、オバドン。わざわざおば呼びしなくても。私も若を助けます。ご両親には内緒で良いのですね。もちろんだよ。お母様に女の格好で学院へ通ってるなんて知られたくない。私はお兄様のお役に立てることが喜びです。私は調理部門に進学するつもりですから、学院内で協力できることもあると思います。
これでまたお兄様のお役に立てる。めっぽう嬉しい。これでルミネーの協力が得られれば心強いよ。ダメ、そこまで規則に反する行動は見過ごせない。黙っててもらうだけでいい。ルミネーは何も知らなかったことにしていい。ダメだよ、理事長は大倉家の課長、身内だよ。私を誰だと思ってるの。いつも僕を助けてくれる大好きなルミネー、頼りにしてる。そんな甘え方してもダメ。ルミネー様、お願いします。私の夢を叶えるために力を貸してください。怖いくらいハマってるけど、か弱い女の子でフリしてもダメ。規則遵守。じゃあ幼馴染として真面目に依頼する。おそらくこれだけの迷惑をかけることは今後ないだろうから、一生で一番大きな頼み事だと思って協力してほしい。お願い。私も大好きだよ、大切に思ってる。だけど納得はしたものの、性別を隠しながら女性だけの教室3年間を過ごすなんて普通はできないからね。そこは大丈夫、僕はほら何事も完璧だから。本当に完璧だったら最初の段階で男として入学できてる。それでルミネーがすっきりするなら、どんな嫌味を言われても受け入れる。じゃあ遠慮なく嫌味を言わせてもらうけど、どうして私の主義主張をねじ曲げてまでフィリア学院の服飾部門にこだわるのかわからない。子供の頃からデザイナーを目指してたのは知ってる。アメリカで賞を取ったって話も聞いたし、雑誌を取り寄せて完成品も見たけど、良い出来だったと思う。わざわざ海外の雑誌まで見てくれたんだ、嬉しい。でもそれでいいよね。アメリカの雑誌で評価されたのなら、フィリア学院のニューヨーク校へ通った方が入学時の扱いがいいだろうし、パリやローマにもフィリアがあるよ。どうしても日本が良ければフィリア学院以外にも服飾を学べる学校はあるんだよ。理由もなくこだわってるだけなら、黙ってはいるつもりだけど協力はしない。もっともだ。黙っていてもらうだけで十分だけれど、できることならルミネーにも協力を求めたい。信用するというのなら僕から先に打ち明けるべきだった。そのことについては謝る。おじさま、イオにも聞いてほしい。再会した時に指摘してたからルミネーは覚えてると思う。僕は小さかった頃に黒いウィッグをつけていたよね。うん、覚えてる。僕の家には学生時代のお母様がファッションショーでモデルを務めた時の写真が今でも飾ってある。見たことあるかも。綺麗な衣装だったね。うん、すごく綺麗だった。子供の頃の僕はその写真にとても憧れてた。僕のお母様はなんて美しい人なんだろうと、幼稚舎に上がる前からずっと。僕はその写真に憧れて、自分のこの髪の色をとても自慢にしていたんだ。だから幼稚舎へ上がる前にお母様から黒いウィッグをつけるか尋ねられた時も、ありのままの姿で通いたいと言った。でも現実は僕が考えていたより厳しかった。周囲と髪の色が違う僕をみんなが避けて、友達なんてできなかった。クラスメートの両親や保育士の先生ですら、お父様とお母様に遠慮はしていても、どこかよそよそしかった。幼い僕は弱かった。陰口と指を刺されるのに耐えきれなくなって、一週間で心がくじけて、涙をこらえることもできなかった。昔はおとなしい性格だったもんね。
それだけではありませんよね。若はアトレお嬢様までが攻撃の対象となることを恐れたのです。それを理由にニューヨークで学校へ通っていた頃はアトレお嬢様とは別の姓を名乗っていたのです。妹の存在に自分の弱さをなすりつけるつもりはないよ。僕はあの夜自らの意志でお母様にお願い出たんだ。この髪を隠すためにウィッグをかぶりたいと僕は自分の口でお母様に言った。お母様は僕の髪を撫でて、私には気持ちがわかるんだと優しく笑いながら自分の手でウィッグをかぶせてくれた。それからは他の子と変わらない生活を送ることができた。1ヶ月くらいしたら案外みんなはあっさりと僕を受け入れてくれた。外で遊べない健康上の問題はあったけれど、それでも友達はできたし、演劇会や合唱会には参加できた。すべてはお母様の美しい髪と引き換えに。それ以来僕は心の奥でずっと悔やんでた。衣装を着たお母様の写真を見るたびに、なぜこんなに美しいものを否定しなければいけないのか、悔しくて悔しくて仕方がなかった。だけど幼い頃の僕は弱くて、言い訳のしようもないほど平和を望んだ。それが自分の意思で変えられると知っていたのに、とうとう日本を出るまで言い出せなかった。それは僕の劣等感としてずっと残ってる。デザインにも現れてる。僕のデザインした服は雑誌で賞をもらえたけれど、いつも何かが足りないと言われ続けてきた。今までは才能だけでごまかしてこられたけれど、それももう限界なんだ。このままではデザイナーとしての僕もダメになる。それは一生の夢を捨てるのに等しい。だから僕はこの髪が美しいと証明したい。それも僕自身の思い出に関わる方法で。飾ってあったお母様の写真がフィリア学院の賞のものだと知った日から、僕は自分がモデルを務めてその舞台に立ちたいと願ってきた。僕が表舞台へ出るのは1年に1度、それが3年で計3度でいい。お母様がそうだったように、デザイナーとしての自分の評価にこの体の事情が絡むのは避けたいんだ。アメリカで僕はその意思を固めた。だから雑誌のコンクールで自分がモデルを担当するのは避けたし、賞を取っても取材の返事はメールで対応してきた。今後僕はこの姿を表へ出すつもりはない。デザインに没頭したいんだ。僕がこの姿を表舞台へ出すのはフィリアクリスマスコレクションの時だけだ。アメリカのご友人は雑誌まで見ないと思いますし、見たとしてもメイクや髪型である程度はごまかせるでしょう。雑誌の表紙にでもなれば話は別ですが、あくまで学生のコレクションの規模ですし。ただお父様とお母様は1年目で確実に気づきますよ。お二人は今でもフィリアクリスマスコレクションの結果を毎年確かめています。1年目でグランプリを取れれば大丈夫。いや、正確にはあの二人を認めさせるだけの衣装を作れば説得する。お父様とお母様まで巻き込むのですか？それはさすがに。いや、できるんだ。周りに認められていることさえ証明できれば、お父様には認めざるを得ない理由がある。それと総裁殿も気づく。でもあの人は、あなたが自分の手と足と意志で何か一つでも物事を成し遂げたら、その時は認めてあげてもいいですと言ってくれた。サイカが正体を偽って年間のグランプリを取ったなら、まさにあの時代の再現だ。総裁殿は確実にお前の成功を認めるだろうよ。俺が保証する。総裁殿が僕と同じ行動を。あと僕の外見を知るのは他の大倉の一族だけだ。でもあの人たちは僕の両親と総裁殿さえ認めてくれれば何も言わない。干渉してこない。大倉の一族、僕の両親、
この人たちさえ抑えて学院へ来させなければ、いや、むしろ2年目3年目はお母様にも見に来てほしい。あの人の目で確かめてほしい。あなたに与えられたこの姿は最も美しいものですと大勢の人に証明したい。そうでなければ僕は永遠に何かが足りないデザインしか描けなくなる。そして僕が学生でいられる期間も限られてる。ルミネーには意地を張ってるだけにしか聞こえないと思う。でもこの紙を隠した時から決めていたことなんだ。これで本心は打ち明けたつもりだよ。ルミネーに隠し事はしてない。1年浪人するんじゃダメなの？来年になれば男子部が復活するかもしれない。それだけの人数が集まって総裁殿が納得してくれるなら。わかったよ。嬉しい。ありがとうルミネ。わかったってば。黙ってるだけじゃなくて協力する。サイカさんの頼みを私が拒否できるわけなかった。ありがとう。性別を隠して入学するなんて、大それたことに手を貸さなくちゃいけないなんて。ことが露見したら僕一人に罪をかぶせてね。桜小路家も大倉家も縁を切って無関係にしてくれればいい。私が見捨てられないのを分かってて言ってるよね。やるなら卒業するまで隠し通して。お願いね。とはいえ万が一の事態も想定しなくてはなるまい。ことは大倉家、桜小路家に関わる。性別の悩みを抱える正式な診断書を手配しておく。それは僕のネット上の友人にもその悩みで本当に苦しんでいる人がいて、偽りがたく思います。これはお前のためではなく家族のための保険でもある。俺が勝手にすることだと思えばお前に罪悪感も湧くまいよ。さて、これでこの場に反対する者はいないようだ。まだ私がいますよ。私は全ての事情を知っていますが認めませんよ。絶対ダメです。大丈夫。この千代はおばの八千代と違って流されやすいから。流されませんよ。認めませんよ。この千代はお父様やお母様に密告したりはしないよ。というわけでこの場のみんなの力を借りることになるから、卒業までよろしくお願いします。こら、いけません。